少し前に初代スズライトのゆっくり解説をしただろ。スバル360より3年も前に発売したパイオニアなのに国民車になり損ねた残念な車だったよね。残念というな、デビューが早すぎたんだ。もっと熟成させればよかったんだ。今さら言っても仕方がないが。で、今回は2代目スズライトフロンテをゆっくり解説するぞ。モーリスミニマイナーじゃねえよ。いやこれはどう見てもミニよ。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。1955年に発売されたスズキスズライトはスズキ初の市販型軽四輪車で、乗用車として初の4人乗り軽四輪、国産軽自動車の先駆けだった。ドイツのロイト LP400 を手本にしたんだよね。実際は当時のスズキの技術力や機械設備ではロイト LP400 のような FF しか製造できなかったらしい。乗用車セダンの SS、商用車ライト版の SL、ピックアップトラックの SP、デリバリー版の SD の4種類をラインナップする気合の入れようだった。社名にスズライト SF の表記があるんだけどその SF の意味は、スズキ4ホイールカーの意味です。初の四輪車でどれが売れるか試したのかしら？フルラインナップね。駆動方式は日本初の FF を採用し、空冷2ストローク2気筒 360cc 15馬力、四輪独立喧嘩、車両重量520キロ、販売価格は46万円、初年度の生産台数は約30台。乗用車の SS は4人乗りだったが物品税が 15% かかり売れず、57年から車種整理で商用車で当時は無課税の。3人乗りライト版 SL の1種類だけに絞って販売を継続するが、FF 車の肝であるドライブジョイントからは振動、騒音に悩まされたり。サスペンションは最初、ダブルウィッシュボーンコイルだったが、故障が多くコイルから前後とも横置きのリーフ式に変更された。言葉は悪いが市販車で改善改良していたんだな。おおらかな時代だったから許されたんじゃない？リアハッチは横開き、後ろ姿がキュートね。けど、どうして国民車スバル360よりも3年も早く発売されたのにあんまり認知されてないの？結局、販売台数が少なすぎたんじゃないか？販売時期が早すぎて国民の所得がまだ少なかったのとロイトのコピーで性能も低かったのが低評価の原因だったと思うぞ。オリジナル性が高かったスバル360でもすぐには売れず国民の所得が増えるに従って売り上げが伸びたんだ。何でもヒット作はタイミングが大事だ。けど国民車かどうかは別としてももっと評価されてもいいと思うわ。ところでどうしてタイヤとフェンダーアーチの隙間が SUV みたいに空いてるの？当時、小型乗用車用のタイヤはあったんだが軽4乗用車用の小径タイヤがないので仕方なく16インチで作られたんだ。その後14インチになり、2代目のスズライトフロンテでは12インチが採用された。やっぱりこっちの方がしっくりくるわね。そして1959年に商用車の2代目スズライト版 TL を発売する。馬力は21馬力にパワーアップ。タイヤは12インチ化されホイールベースも50ミリ延長し広い室内を実現して定員は4人となる。販売価格は39万8千円。特徴的だったリアハッチはガラス面積が拡大し前期型は横開き、ちょっとウインカーがないわよ。ウインカーは B ピラーの上部についてた、だからやたらとスッキリしてるんだ。いやスッキリしすぎだな。後期型になると通常の位置に戻ってる。ワイパーもフェンダーミラーも1本、コストカット？保安基準もこれで OK だった大らかな時代ね。これは後期型のリア重、リアハッチが上下に分割式に。日産パオじゃありません。前期型の販売価格は約40万円。60年の年間生産台数は約6000台でスズキを支えた1台。1961年の東京モーターショーにはスズライトスポーツを参考出品。25馬力にパワーアップされたエンジンの搭載1割アに変更され RR に。4速 MT で最高速度120キロのクリフカットの4人乗りのスポーツカーとして展示されたのね。1962年3月にスズキは乗用車スバル360の好調な売り上げを見て乗用車スズライトフロンテ TLA を発売する。改めて乗用車に再チャレンジするのね。フロンテの意味は先駆車と FF を組み合わせた造語。乗用車だけのことはあってインテリアがツートンで豪華だ。ダッシュボードに付けられたバックミラーが新鮮。なんとこの小さなボディに奥行き55センチ、高さ40センチのトランクがついてるのにはびっくり。スズライトフロンテのテールはどれも特徴的で可愛いわね。販売価格は38万円。翌63年にスズライト版 FEA を発売。前年に発売された TLA からの変更点は主にエンジン。ガソリンとツーサイクルオイルを自動混合するセルミックス機構を採用した FE 型を搭載した。販売価格は38万円。これで給油時の手間がぐっと楽になったわね。
同じく63年に商用車のスズライトバン FE も発売。デザインを大きく変え室内も大きくなりエンジンも加速性能、燃費ともに向上する。販売価格は36万円。この FE 型から NTN 製ボールフィクスと等速ジョイントに変更され、振動は大幅に改善されて、3速 MT で最高速度は85キロ。左が63年発売のスズライトバン FE、右が59年に発売のモーリスミによく似てるわ。65年には乗用車スズライトフロンテ FEA2 を発売。デザインも大きく変わり、エンジンの給油システムに。CCIS を取り入れ潤滑性能が上がりエンジンの耐久性が向上、これに伴い22馬力にパワーアップする。販売価格は38万3000円。この時代は全面グリルマスクが流行ってたのね。同じく商用車のスズライトバン FE にもモデルチェンジ。こちらも22馬力にパワーアップし、インテリアも乗用車風にグレードアップされる。販売価格は36万円。68年まで生産されるが、この型がスズライトの最終型となり、この後はフロンテと統合する。鈴木初の軽四輪スズライトの歴史は13年間で終了となる。残念。67年に乗用車はフロンテ360にフルモデルチェンジする。駆動方式は RR、エンジンは空冷2ストローク3気筒で25馬力。鈴木も K4 パワーウォーズに参入していくのね。それに伴い FF を捨てて RR を採用したのが興味深いわ。デザインもノーズが低く個性的。当時は RR の方がハンドリングやパワーアップの面で開発がしやすかったんじゃないか。そしてまた FF に戻るんだけどな。69年から商用車はフロンテ版 LS10 にバトンタッチ。デザインは角型ライトを採用し、乗用車的となり2ストローク3気筒エンジンを搭載した。今度はえらくカクカクしてるわね。鈴木は商用車スズライト、乗用車フロンテを毎年のように改良改善していくが、結局スバル360の牙城を崩すことはできなかったが、1963年完成したばかりの鈴鹿サーキットで第1回日本グランプリが開催され、各メーカー参戦。ツーリングカー 400cc 以下 C1 クラスに鈴木、スバル、マツダが参戦。マシンはフロンテ、スバル360、マツダ R360 クーペ。初めての鈴鹿でのレースということで、レギュレーションは紳士協定でノーマルでの出走が約束された。スクープ鈴鹿サーキットにロケットが、この時代からホンダはロケット開発に着手していたんだ。マツダなんて4気筒だけど4ストロークだったし、レギュレーションなんてあってないようなもの、エキシビジョンのお祭りレースでしょ。紳士協定のノーマルのあやふやな表現から解釈は真っ二つに分かれた。予選はスバルが1位、鈴木は予選後にパーツを変え、翌日の決勝ではワンツーフィニッシュ。それはあかんやろ。他クラスではトヨタがチューニングしたパブリカ、コロナ、クラウンがそれぞれ優勝。翌日の新聞にはデカデカと広告を掲載し、この勝利で車も売れた。一方ノーマルを守ったスバル、プリンスの社長は大激怒。プリンスはリベンジを誓い、翌年スカイライン伝説が生まれた。プリンスのエリート飛行機野郎たちを本気にさせたんだね。そして鈴木もスバルに1、2位を持っていかれることに。ここにもドラマがあったのね。中古車情報サイトでスズライト初代フロンテを検索しましたが、残念ながらすでに絶滅しておりました。2023年9月現在。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。